二乗仕掛け IC 出口 2km 手前二乗仕掛けインターチェンジは、福岡県糸島市にある西九州自動車道のインターチェンジである。2009年12月12日に開通。西九州自動車道本線の出入り口であり、インターチェンジとなっている。実質は、本線に対して、福岡市方面国道202号、唐津バイパス方面との片方向ランプである。東 IC で、 唐津バイパス方面、唐津道路方面との出入りはできない。それまでの2条浜玉道路仕掛け休憩所付近から南西方面の唐津道路へと本線が作り替えられた。唐津市の東側中心部となる唐津バイパス方面に向かう場合、唐津道路の自動車専用道路区間に入る手前で左側のオフランプから降りる必要がある。この改築工事に伴い、 仕掛け休憩所が福岡方面域のオンランプのみの利用に変更され、オフランプ側からは利用することができなくなった。二条浜玉道路および二条仕掛け IC の取付道路は一般道路であり、歩行者、軽車両は通行可能である。一方、唐津道路は自動車専用道路である。二条仕掛け IC の合流地点には、 通常の高速道路における道路標識は存在せず、直前で2条浜玉道路か、唐津道路かを示す予告標識になっている。ただし、福岡駅の車線には出口 2km 手前を示す標識が確認できる。ありがとうございます。